穀物商人に詳しいか。いきなりね。大半は貧しいわ。どうして？ジェルマンなんだが、マリーという女を使って穀物を買い占め不当に運んでいる。マリー・レベスコ？知り合い？第三次十字軍から騎士団にいるわ。マリーはジェルマンの追放に異議を挟んだ人物。彼と組んでても不思議じゃない。彼女がいそうな場所は？さあ、わからない。でも最近パリに届くわずかな穀物はパリ市庁舎の不当で降ろされてる。よし、当たってみる。私もレベスコの所在について調べるわ。止まれ！ロープを結びつけろ！隊長！何か問題は？いえ、マダム。指示書はある？はい、マダム。結構。袋の一つに穴を開けておくように指示して。はい、マダム。作業にかかれ！何かおかしいぞ。邪魔するやつは。
どうして？おい、セネカル。誰がジャックを狙ったんだ？あ、邪魔な奴。おい、そこの止まれ。反革命派に残された時間を。リュクサンブール宮殿、何を企んでいる。やはりな、マリーは穀物をリュクサンブール宮殿に運んでいた。この基金に王家が食料を貯め込んでるって市民が思えば。こんな、まさにジェルマンの目論み通りだ。デベスクはお願い。私は誰かに見つかる前に盗まれた穀物を移動しておくわ。気をつけろ。捕まるな。助けてくれ。早くをよこせ。どうしよう、ミシェル。あの衛兵に手が届けば。素晴らしい。今回のパーティーは特に。ありがとう。ちょっと失礼。主人が待ってるので。Thank you.
士は二つだ。早くを寄せ。バカ。邪魔する奴は許さない。ありがとう、師匠。大丈夫か。芸術家を放ってはおけないだろう。なかなかのパーティーだ。どうも変な気がするのよね。どうして？町では皆お腹を空かせてるのに監獄の解放を祝うなんて、これこそ私たちが反発したことでしょ。これは革命の正義が君主政治の恐怖に勝利したお祝いだ。あらそう、何か問題？いえ、まだ。そう、本当問題があります。すぐに国王様の裁判官の審理が始まると聞いたよ。裁判？彼は暴君で国の敵よ。すぐにでも処刑されるべきね。弁護士が国を運営するからこうなるのよ。裁判で先生が何？忘れちゃダメよ、マリー。はい、ママ。フランソワ・トマ・ジェルマン、テンプル騎士団に対する謀反により追放する。追放者に手を貸した者も同罪だ。愚か。俺への意志は私と共にあるのだ。出なせ。奥様、来客です。助けてほしい、マリー。わかりました。ルイ王は様々な方と会談されています。革命派に対する計画を企む一方で、他では一見君主制への後押しを約束なさっています。よし、この情報をしかるべき者に届けてくれると。もちろんです、支部長。この証拠さえあれば国王の有罪は確定です。なんだ。とにかく走って、早く。私たち今夜はこれに乗るんですか、教授。いやいや、乗れないよ。ここにある古いタイプのものは風に煽られやすいから、強風の際に乗るのはとても安全とは言い難いのですよ。さて、このタイプに限っては。
おい、一体何の真似だ。さあ、そこから今すぐ降りるのです。ロープを切って援護する。まずい。急いで。危ない。よし。というのはどうだ。屋根の上だ。大丈夫だ。なんだ、狙いは俺なのか。あそこで何をやっていた。話すと長くなるわ。こんなことしてる場合じゃないでしょ。ナポレオンに聞かせてやらないと。走って。逃がすな。
撃て当然だアルノこっちはスピードを落とせないもう少しで川よ急いで今行くもう一度走って、次は俺についてくるんだぞきれいだ上からだとこの国が崩壊しそうには見えやしないわねその昔の生活に戻れるかないつかさあ今となっては遅いかも失いすぎたわそれまでか歴史は永遠に変わり元には戻らないもう元には戻せないでも前進が終わりを意味するわけじゃないわエリス俺ずるいぞ待たせすぎよ愛しているごめんね起こしたくなかったからそっと出て行くわ愛してるエリスかが拾ってくれるきっとひどいノイズでしょシグナルの歪みが溢れてるまずいわ切断する前に強化しないとデータを送信するわゴールは間近よ私たちではゼルマンの死亡日と場所は特定できなかったあなたに突き止めてほしいのじゃあねそれは確かなの
絶対とは言えない。だが公爵はルペルティエと顔見知りだ。何か知っているかも。あ、いや、司教職の腐敗をより痛烈に表しているのはどっちかな。七人の修道女が教区司祭を誘惑する話か、ベネディクト会士が公職官と楽しんだ話か。そんな質問、何があっても絶対に答える気はない。その通り、あるの。公職官だ。さあ、私に何をしてほしい？その可愛らしいお友達も何かしてほしいかい？ルイ・ミシェル・ルペルティエ、何かご存知？ああ、ルイか。死刑廃止を訴えたかと思えば、2年後に王の首を要求していた。どこにいる？残念ながら大義士との付き合いはなくてね。罪なき者の首をはねる奴は嫌いなのだ。罪といえば、ドサド、うん、ルペルティエ、パレロワイヤルの近く、いつも決まったカフェで食事をとっているっていう噂、そこで見つかるはず。いなかったらまた来る。本当か？いないことを願おう。ふざけないで。ワインのお届け物です。村に持って行け。窓をきれいにしないとムシュルペルティエに怒られちゃうわよ。わかりました。ごきげんよう、ルペルティ。市民タリア、
い、止まれ。よし。マドモアゼル、ルペルティエは空気が淀んでいると言っている。窓を開けてくれ。どういうこと？隙間風は嫌いなはずよ。これで納得するかな？もちろん。レミ、窓を開けて。ムッシュルペルティエがちょっと息苦しいそうよ。だってさっき。いいの、開けて。わかったよ。ワインには塩糖が混ざってる。こんなもの一杯飲んだだけで。俺は使えるな。一体何のことだ。30年もこの仕事をしてるんだ。セソセーファイの味くらい知ってる。何なんだ。
彼が処刑されたら誰もがジャック・ド・モレーの真実を知るんだ。あなたは自分の思う真実を示せばいい。私の行いは良きフランスのため。わかりました。ルイ王は様々な方と会談されています。市民ルペルティエ、現在までの票数は処刑に360票、寛大な処置に360票。あなたは処刑に1票。票を投じてきました、支部長。結果は？王は死にません。信じていたぞ。ついに先制政治の終焉を迎えるのだな。特等席をご用意します。Ah! Ah!